ああ、この構図久しぶりやな。うまいね。鹿児島以来やな。おはようございます。おはようございます。さあ今日はですねすごいな、プロやん、すぐ入れるやん今日はですね、うん、また第2弾ということで、大人の遠足、大人の遠足第2弾、はい、今回は仙台の方に行ってみたいと思います。 ありがとうございます。仙台、私何回目かな、3回目ですね。え、そうなの。はい、若い頃にですね、仙台の男にはいい男がいるという噂を聞いてですねそれかい。仙台に行ってですね、何もなく泣きながら帰ってきたのが1回と、あら、2回目はですね、ラブラブデートで1回行かせていただきました、今回は大人の遠足ということでですね、私、まあこれはカットでもいいんですけども1週間ほど前からですね仙台の方の男性の方々たちね、はいはい、もうあらゆる手法で、うん、名古屋から参りますと、かわいい、かわいいゲイが来るということで、餌を撒いてですね、まだ釣れておりませんけれども、いや最後まで期待をして頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、不純な理由で来ていただいてありがとうございます。本当ございます、うん、やっぱり現地、やっぱり地元のものを食べるっていうのは大事だと思います地元のものを食べるっていうのは大事だと思います。名古屋の社長たちと集合。皆さんおはようございます。あ、いつものメンバーでね、ありがとうございます。タカちゃん、はい、プロペラ機や。そう、不安やな、なんか、もう運命共同体よ終わり、これひどいのいいやん、これおもろいやん、タカちゃん。タカちゃんの荷物が来ないっていう、これは事件ですよ。これは事件ですね。ほんまに預けた、あれか。うわ、すごい。なんで一周回って帰ってきたんちゃう。そうやと思うで。わからん。カーも危険物と思われたか。誰が危険物よはい、仙台に間もなく到着いたしましたよ見てください、もういきなりだけど、ほらあそこなって津波の高さ すごいな、3メートル。うん、うん、すごいね。これは大変だわ。大変やな、うん、ふざけたらあかんで、ね、タカちゃん。あ、もうふざけたらせんがね私、名古屋弁こちゃこちゃだってみんなに言われるんだけど今、自分で気づいちゃったそうね今ふざけたらせんがねん。久しぶりに聞いたわ、そんなそんな名古屋弁今から空港から電車で、市内、南三陸町かに向かいます。電車なんだ。電車はーい。いや、動画やった2両の電車。電車乗るの久しぶりじゃない。そうね、ね。おーいしょ、よ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 ーし、はい、どうも、よいしょ仙台からレンタカーで南三陸町へ向かいます。タカちゃん、ずっとスマホ触ってんな。ん、私、うん、あれ、なんでここ映ってないよね。モザイク入れとこう。お仕事の話があるから。ほんまに、うん、そうかな、うん、今日の夜の予定詰めてるんちゃうかな。違うのね。大杉ちゃんにカレーを送ってあげようと思うんだけど、うん、南三陸三三商店街、はい、
はい。あー、これね、いろんなもん食べれるんだ。なるほど、どこで食べるの？海鮮丼かな、やっぱり。なんだわ、鮮魚店。あー、そういうことね。はい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 。ただいっぱいあるで。どうしよう、これ決められんな。あ、でもこれ美味しそう。うん、贅沢丼。ね、うん。これしよう。確かに。あ、みんな買ってるやん、いろいろ。まあ、食うでしょう。いいですね、皆さん。ビールも買って、いいよ。はい、カキいただきます。カキフライ ね、うん、三陸のカキはうまいからね、タカちゃん。うん、うまい。ちょっと冷めてるけどね。生ビールと追加した。はい、はい、ありがとうございます。あれ、タカちゃん飲まへんの？三つ前までガバガバ飲んでたね。せやな。確かに。あ、来た。あ、キラキラ丼。こちらでございます。はい。来ましたよ。がこちらです。はい。すごい。わあ、めっちゃいいやん。はい、はい。あ、すいません。すごくない？いい、すごい。いい感じになってる。うん。これだけ食べたかったの、これ。何それ？カキのさ、なんか、あ、何これ、なんていうの、なんていうの、カキの何なんだ、あ、虫ガキ、虫ガキ、これもお芋冷えてるけど、ほんま冷えてても美味しい。めっちゃうまい、これほんま、うん、へぇ、味がギュッと詰まった感じね。ギュッと詰まってる、ね、うんうんうん。ちょっと、あ、地獄の食レポって言われてるから一番ダメだ。はい、うまい、うん、いい、どうなの、食べて。そう、うん、新鮮。これはどう？あ、これね、な、これ何やったっけ、粒貝。うん、うまいじゃん、これ。うまい。お父さんすぐ焼きたのにね。え、焼きたてなのね、これ。焼きたて、うん、うまい。あったかい、冷たい。今回ガイドをしてくれている大杉さんがまさかのピアノのプロでした。次は気仙沼市にやってきました。はい、ここは高校でしたね。気仙沼紅葉高校、うん、の津波の被害の本社ですよね。すごいね、すごいよね。えー、うん、
これが高校。ああ、そのまま保存されてるんだね。すごい。ここ水に浸かったってことやからね。トイレかしら。ああ、そうだね。わあ、トイレ男子トイレ。わあ、ちょっとめちゃくちゃになっちゃう。これはね、生々しくない？生々しいな。どれ？あ、これだ。たかちゃん車。マジかよ。なんか信じられんね。信じられへんな、うん、だってこの高さよ。そうね。なああの海からこの映像持てるのまあまあの、うん、川を逆流してくるのね。なあ4階津波到達地点って書いてここまで来たな、はあ、どういうこと？やばいっすよこれ。こっから見た景色ね。どういうこと？これはここ？そう。これはあ、それ。そうだよ。だって4階の床まで来たわけだから、もうすぐそこまで水があったってことよね。こんな高いのに。で、これ家があったのが全部町がなくなりました。商店街とかもあったもん。すごいな。現実とは思えないですね。本当になかなか、うん、写真と見て比べてあすごいなと思うけど、なんか実感がね、うん、そうだね。あれだけどすごい大変なですよ。現地に来てみるとすごい生々しいよね。すごい綺麗になってるからなんかね。そう綺麗になってるからなんかいい景色やなみたいな思うけど、うここに街があって生活があってもそうだよな、ね、自然の力もすごいけどこうやって復興修理する人間もすごいよね。確かに、うん、10年ちょっとでね。最難の手拭い買っちゃいました。私は売り上げはどっかにこう使われるんじゃないの。それでいいんじゃないの。復興にね。降りよう。はい、オッケー。赤ちゃんがこれ買ったんだよな。それだね、赤ちゃん松、龍の松、うん、これがその一本松変えてるんだよ。ちょうど夕日が綺麗だね。そうだね。龍の松のように震災に負けず強い気持ちを持ち続け、復興さらには豊かなふるさと作りに向け前進します。だって気仙沼市復興の象徴だ、ね、たかちゃん今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後食事ですけども、はい、ちょっと今回はですね、第1日目はですね、ちょっとセンチメンタルな感じで。そうだね。あのたまにはですね、あのお釜のですね、あのおちゃらけたことばっかりじゃなくてね、真面目なこういうこともやってもいいんではないかと思います。確かに。あの初めてここに来ましたけどもね、あの実際に見ると話できるとやっぱ全然違うなと思って。そうだね。ますますのこれからのね、うん、あの復興を復興よ心からお祈りして、うん、はい、私たちも頑張りましょうか。違うか。いや、そう、まあそうよ。そうですね。なんかね、勇気もらって俺らも頑張って、うん、自然の怖さも知りましたし、うん、はい、この一本松のように、うん、私もこれね、うん、生き残っていきます、ワコマ業界で枯れとるけどそれではまた明日。はい、いやいや、飯行くから。あ、飯行くから、うん。
これ何が一等なんですか。一等はい、まだ出てないですか。いいですね、いいですね。おし、取りに行こう。タカちゃん、うん、行こう。そんな何ぼ買ったん。4回。これは当たる。何か当たる。ティッシュ当たる。来い。じゃあの発表お願いします。え、出た。やった。嘘やん。嘘。え、嘘。うわー、すげー。出ました、高橋さん特別賞。皆さん、タカちゃんが。すごいな、当たったよ。タカちゃん、あの一言お願いします。あ、なんかね、今日はなんか説明になるかなと思ったら最後にやらせてもらったりやっぱ、うん、持ってるね。持ってる。ありがとう。おめでとう。これ飛行機で乗った。どうやって帰る。特別賞は大杉さんのお礼にプレゼントします。はい、持ってけないか。タカちゃん、邪魔やからじゃないよな。邪魔やからじゃないですよ。邪魔やからじゃない。邪魔やからじゃない。ありがとうございます。お荷物だけでごめんなさい。申し訳ないです。ありがとうございます。当たってしまいました。さあ、タカちゃん、はい、初日の打ち上げですが、そうですね、はい、今から楽しみですね。なんかちょっと空いてきましたのでね、はい、でもホテル可愛いの、なんかハリポタ教えてくれるんですか。あ、いいよね、おしゃれ。おしゃれ。モントレ。アンティークっぽい、うん、楽しみですね。今日何食べるの。今日はですね、宮城の郷土料理と聞いております。了解です。はい、牛タンと、そうですね、東北料理。うん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 、うん、楽しみましょう。そうですね、はい、はい、その後もいろいろあるみたいなんで、まだ予定は、まだ未定だよ。あそこで運使っちゃってるからさ、特賞取ってるからね。ちょっと夜が心配だね。あ、そこでいいの使っちゃったな。ほんまやわ、すごい引きやったもん ね。 ね、次も引けるか。本当だな、うん、次の引きが一番大事だ。そうよ、うん、行ってきます。はい、おかげ屋さんです。おかげ屋さん、はい。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でーす。本当っすね。はい、タカちゃん、あの郷土料理で、屋で、トッポギ頼んでます。いきなり一発目ね。うん、うん、どこ、これすごい、もち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 、うん、最高の食レポしますんでね、タカちゃん、うん、どう。おいしい。美味しい。どうでもいい。お願いします。他にも結構人数量が多いですね。ネットに合うことは1000円量と頼んだ。これ何ですか。郷土料理ですか。でかすごいね。三角揚げ有名なんだ。醤油、美味しそう。これ今回はあの箸で刺して、今日はあるんですけど、このまま。美味しそう。美味しそう。でかくない？でかっ。うん、熱いんちゃうか、大丈夫か。だあれも一緒で、結局その線の締まり方だったりとか、なんかそういうの、うん、俺らが分からんようなどうのが、サクサクパリッパリ。山崎、めちゃくちゃ良かった。おやつだね。おやつ。サクサクパリパリおやつ。タカちゃん、イカポッポ焼きやって、うん、これも有名ですか。イカを焼いたんだよ、これは。これは普通にイカを焼いたんだ。
え、これはイカを焼きました。僕もいつもこうやって言いますもん、なんか営業マンが来て、ここ上げといて、儲かる話が来たら。何食った？イカ。イカポップ焼きうまい。やるね。うん。イカを、うん。こんがりと、うん。焼いた。でしょうね。うん。オッケー。ありがとう、まっすぐ言ってくれて。このままやん。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。大杉じゃねえ、今日休みのな。ありがとうございます。ありがとうございます。もずきちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ話したんですけど、やっぱりこう、アテンドしてるとはいえ、やっぱりこう、11年前、12年前の思いがやっぱりこう、いろいろ、こう、帰ってくるという話をしてて、どこが我々なんか、何事だったかというか、まあ、こうやって改めて来て、また名古屋に戻り、我々しかできないなと。我々だからやれることがいっぱいあると思います。あの日本国民として、地域経済が復興できるように、できながらご協力いただければ。で、今夜は、ね、夜のパトロールもしっかりしまってですね、仙台の夜にお金を撒き散らして帰ってきてもらえたらなと思います。それでは今日の一日まずはお疲れ様でした。乾杯。乾杯。はい、とうとう参りました。仙台といえばこちらの牛タンでございます。来ました、牛タン。こちら牛タンをいただきますよ。うん、牛タン、分厚いんだね。仙台の牛タンって分厚いんだね。ほんまや。うん。すいません。何を言えばいいんだ。牛タンなんだもん。美味しい。美味しい。肉厚がすごく柔らかくてジューシーである。焼肉屋のさ、あの炭塩とは違う。あ、違う、全然違う。 あ、違うんだ。違わない？いや、僕食べてないんで。あ、ごめんなさい、うん、お酒いただきました。食べてみて。違う、なんかでも、謎の、なんか、何やそれ。これ何ですか、これ。それ何？とんがらし味噌です。それで食べてみて。これをつけて食べて。とんがらし味噌や。とんがらし、とんがらし味噌。うまいっす。とんがらし味噌、美味しい。なんか、あるっていう風に思ってたけど、置いてないっていう。なんか生のやつが、とんがらし味噌がガンってくる。もうええわ。うまいな。もうええ。うまい。うまくはない。これホヤですか。すごいじゃん。すごいな、板橋さん、これ。これ剥がして食べてくる。え？剥がして？硬いんですよ。え？あー、そういうこと？あ、剥がして。ここを剥がして、あとこうなって、あ、その中身を食べるの。中身を食べる、これだ。あ、そうです。あ、上手ですね。なんかタレみたいなのあるで。あ、上手です。これをつけて、あ、すいません、いただきます。いいっすよ。ざっす。レモンチューブ。臭いんちゃう？ハイボールちょっと一通してもらって。え、おや、うまい。じゃあレモンサワー2つにしてください。え、あ、いけるわ。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。あ、すごい。やった。いや、これはうまいよ。あら、いい時間。ほんま。大ちゃん、どうしよう。なんかそわそわしてきてるけど。なんかもういっぱいでね、仙台のあの郷土料理、たくさん堪能していただきまして、そろそろ今日も明日もございますのでね。お肌のこともあるし。あ、そういうことね。女優はね、早めに、今宵はドローン。でもまだ飲み会続いてるけどな。皆さんが楽しく飲んでいただいて、私でも好きだな。女の子はいろいろね、準備があるの。なるほど、なるほど。なんか約束があるわけではないのね。そんな約束もないよ。でもちょっと重視になったらドロン。これはもう定番やからね。どうもありがとうございました。OKOK。だだ、すいません、あのちょっと縁も竹縄ですけども、ちょっと同じ女の子も見ました。大変申し訳ございませんね、皆さん。すいません、すいません、お先に失礼します。いってらっしゃい、いってらっしゃい。いってらっしゃいじゃない、帰るだけよね。鹿児島で見たね、じゃあ。すいません、ドローンで。すいません、めちゃくちゃ覚えてる。あとは私は同じでしょ。そうね。おー、美味しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、お世話になりました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとあの帰れる？帰ったよ、1本だもんね。そうね、まっすぐね。じゃあ、
あるから。したくなるから。うん、明日のこともあるしな。じゃあ、ありがとう。たかちゃん、左やと思うで。え？あ、そっか。来たのはな。こっちね。うん。ありがとう。ほんで右な。おやすみ。ありがとうございました。頑張ってください。前と一緒。一緒のパターン。